こんにちは、KスタンダードスタイルのKです。今日はグレーのハイスイードヘリンボーンジャケットの組み立てについて一緒に考えていきましょう。よろしくお願いいたします。組み立てはタイドアップをしたドレススタイルを中心にお伝えしますが、そこで紹介してないカジュアルな組み立てですね。グレージャケットに黒のタートルネック、そしてホワイトジーンズ、モノクロで合わせてみました。色目はポケットチーフのバーガンディだけですね。こういった装いで語ってみます。このようなハリスツイードのオーソドックスなヘリンボーンジャケットですね。まあこれで思い出されるのは、そうですね、ティファニーで朝食後のジョージ・ペパードでしょうね。彼の役は作家ですから、インテリジェンスなコーディネートが素敵でしたね。ヘリンボーンジャケットにニットの、まあベストでしょうね、あれは。そこに黒のニットタイを締めています。非常に印象的なインテリジェンススタイルでした。あんな風に着こなしみたいですね。では3つの組み立てをご紹介いたします。ではまず、オーソドックスでビジネスシーンにふさわしい組み立てをしたスタイルをお見せします。ヘリンボーングレーのツイードジャケット、オーソドックスな三つボタンチェンジポケット付きの IB モデルです。そこにまずはオックスフォードボタンダウンシャツ、無地ですね。画面ではピンクですけど、これはブルーでもイエローでもグレーでもよろしいんじゃないかと思います。あるいはロンドンストライブですね。もしくはキャンディーストライブ、これもブルーやイエロー、ピンクなどよろしいんじゃないでしょうか。そこに合わすネクタイはやはりレップタイでしょうね。60年代風ボールドな大胆なピッチのレジメンタル、あるいはクラシックな3段のストライプ、そしてロイヤルクレストタイ、このようなタイですと鉄板の合わせ方となります。パンツはやはりグレーを持ってきます。ダークグレーとミディアムグレーを合わせてみました。もちろんライトグレーがあっても構わないと思います。グレー系で合わせるのがオーソドックスなスタイルとなりますね。ブラウンのパンツで合わせるという時代もあるかと思うんですけど、今の時代はやはりグレーに対してはグレー系のパンツでしょうね。グレーのパンツとくればやはりシューズはブラウンのシューズとなります。ツイードに合わせてスエードやヌバックのオカメやデザートブーツが相性がよろしいんじゃないでしょうか。この場合ポケットチーフはそれほど重要ではないと思うんですけど、もしなさるんでしたらこのようなウールのコモンプリントやサラサ柄のマダープリントタイなどシックなものがこのスタイルには合うかと思います。グレーのヘリンボーンツイードというような無骨なジャケットに逆に可愛いピンクのシャツを合わせ、そこにワイン系のタイを持ってくると左右のバランス感が取れてグレーの色地とマッチするんじゃないでしょうか。このようにまとめてみました。続きまして、グレーのヘリンボーンジャケットに対してカントリーな装いをしてみたいと思います。
パンツにコージュロイとツイードのパンツを持ってきました。まずシャツにダンガリーやイエローのオックスフォードボタンダウン、そしてタッターソールのシャツ、こういったあたりがカントリーな感じなんじゃないでしょうか。特に今年はダンガリーのシャツをタイドアップしてドレスとミックスするスタイルが新鮮ですね。そこに合わせるネクタイはやはりタータンチェックおよびホリゾンタルのニットタイがよろしいんじゃないでしょうか。ウールのホリゾンタルニットを僕は手持ちがないのでシルクを合わせてみましたが、まあ差し支えないんじゃないでしょうか。そして無地のボタンダウンシャツにはウールのプリントを持ってきました。タッターソールシャツには鉄板の黒のニットタイ、またウールの無地タイでもよろしいんじゃないでしょうか。そこに合わせるシューズはカントリーということでスエードのチャッカーブーツを用意しました。もう一つはスニーカーですね。いずれもベージュ系の色を持ってきてカントリーを意識してみました。ツイードのパンツにスニーカーを合わせるとプラスマイナスの効果が出て新鮮な足元になるんじゃないかと計算しました。ポケットチーフはイエローのコモンプリントやタッターソールプリントおよびビッグペイズリーのマダープリントなど差し込めばカントリーな感じがしますね。このようにまとめてみました。3番目のヘリンボーンツイードグレージャケットの組み立てはコットンパンツとチノパンを合わせてみました。シルバーのホワイトパンツとチノーズのコッパンをプレッピー風に組み立ててみました。シャツはタータンチェックを持ってきました。このようなダークなタータンチェックもいいんじゃないでしょうか。ネクタイを外して着てもかっこいいですよね。ダークなタータンチェックです。そして今シーズンもう一つのトレンドとしてウエスタンシャツを持ってまいりました。いかがでしょうか。もちろんこれは納体で合わせるのが基本ですが、このようにシンプルなレジメンタルタイを持ってきてもよろしいんじゃないでしょうか。タータンチェック、それからシャンブレーなウエスタンシャツ、まあプレッピーな装いということで当然ですがオックスフォードボタンダウンシャツが鉄板であることは間違いございません。ネクタイを合わせる場合はウールのニットタイやロイヤルクレストタイ、そしてシンプルなレジメンタルタイなどが合わせるのにバランスが取れると思います。マルチなストライブやシルクのプリントタイはこの場合は避けた方が賢明ですよね。合わせるシューズはパンツが軽いので僕の場合はこういう場合は重たい靴をあえて合わせます。コットンパンツにスニーカーという合わせ方ではなくてコットンパンツにはデザートブーツやあえて重たい表側のおかめを合わせたりしてアンバランスを楽しみます。もちろんキャップに合わせてスニーカーを履くという手もありますね。これは一つの提案ということで考えてみてください。いかがでしょうか。いかがでしたか。オーソドックスなヘリンボーンジャケット
を3通りに着こなすという組み立てですね。ツイードジャケットのシーズンがだんだんと短くなってますが、ぜひぜひ楽しんでください。今日もありがとうございました。